世界が諦めた中、日本だけは。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。皆さんは産油国というとどのような国を思い浮かべますか？原油生産量の多い国トップ3はアメリカ、サウジアラビア、ロシア、それからアラブ首長国連邦やクウェートといった中東の国々も産油国というイメージが強いですよね。ではそんな産油国に日本が名を連ねることになるかもしれないと言われたら、皆さんは信じられますか？おそらくほとんどの人がありえないと思うことでしょう。なぜなら日本のエネルギー自給率はOECD 諸国の中でも特に低い水準だから。日本の一次エネルギー供給の約4割を占めている石油は、なんと 99% 以上を海外からの輸入に依存しているんです。ところが近年、そんな資源のない日本が最新の代替エネルギー技術によって産油国になれる可能性が出てきているんだそう。今回ご紹介するのは、環境工学を専攻するフィリピン人大学院生が日本が確立した意外すぎる代替エネルギー技術に驚いたエピソード。それでは早速ご覧ください。世界が諦めた代替エネルギー技術に驚愕。僕の名前はジョセフ、環境工学について学んでいるフィリピン人大学院生だ。環境工学っていうのは、人間の経済活動と地球環境が良好な関係を保てるように科学技術の使い方を考える学問のこと。科学が進歩したことで発生した様々な環境問題を解決するための具体的、現実的な技術や方法を作り出すことが環境工学の目的なんだ。近年大規模な気候変動の影響によって地球環境やその生態系は大きな影響を受けている。前例のない人口爆発やそれによって引き起こされた温室効果ガス排出による地球温暖化、食料不足や水不足、これらの問題は非常に深刻で解決待ったなしの状態にある。だからそうした環境問題への対処法について学ぶのは、環境保全の役割を担う人類にとってすごく大切なことだと思うんだ。ところで、僕は学部生の頃に日本へ留学したことがあって、日本の先進的な環境対策をいろいろ学んできた。近年のフィリピンは太陽光発電や洋上風力発電など再生可能エネルギーの分野に力を入れている。だけど日本の取り組みはフィリピンのはるか先を行っていて、日本から学べることは本当に多かったよ。大学院を卒業したら、フィリピンと日本双方に関わる仕事に就きたい。僕はそう思って、日頃から日本の環境対策に関するニュースにもアンテナを張っている。そしたら先日、とても興味深い内容の記事を発見。それは日本が藻類から原油を作る、いわゆるバイオマス燃料の実用化に向けて本格的に取り組んでいるというものだったんだ。バイオマス燃料というのは、動植物から生まれた生物資源バイオマスで作る燃料のこと。化石燃料と同じように、バイオマス燃料を使用した際には二酸化炭素が発生するけれど、植物由来のバイオマスはその成長過程において光合成をして二酸化炭素を吸収する。そのため燃焼時に発生する二酸化炭素と相殺され、バイオマス燃料の使用時に二酸化炭素は発生しないとみなされるんだ。バイオマス燃料に関する研究が先進国の間で本格化したきっかけは、1973年に起きた第一次オイルショックによる原油価格の高騰。当時の原油の市場価格はとんでもないものだった。OPEC 石油輸出国機構の国際収支の黒字は
わずか1年で約10億ドルから70倍の約700億ドルに。この跳ね上がり方からも産油国が世界に与えた影響の大きさがよくわかるよね。そうなると非産油国が対抗策を講じようとするのはごく普通のこと。その時も新エネルギーとして太陽光や風力などが検討され、バイオマス燃料も候補の一つとして挙がっていた。広大な土地を有するアメリカなどではすぐにトウモロコシや小麦によるバイオマス燃料の生産がスタート。ところがそれは同時に小麦や畜産飼料の高騰を招いてしまってね。主食であるパンや牛乳の市場価格が跳ね上がってしまうという悪循環を生み出してしまったため、計画そのものが頓挫することになってしまったんだ。そして同時期、オイルショックの影響をもろに受けた日本でもバイオマス燃料の開発計画がスタート。だが日本が目をつけたのは穀物ではなく、穀物の300から800倍とも言われるオイル生成能力を持つ藻類だった。藻類というのは水の中に生息しているモノコト。地球上最古の生物の一つで、地球の大気を作ったとも言われているんだ。藻類と一口に言ってもその種類はかなり豊富でね。日本人には馴染み深い昆布やワカメもそうだし、ユーグレナと呼ばれるミドリムシなんかもそう。さらには夜行虫やクロレナなんかも藻類の仲間で、現在では藻類は大きく11種類に分類されるんだ。藻類の種類は非常に多く、分かっているだけでも約4万種。分かっていないものも含めると30万種から1000万種の藻類があると言われているらしい。ちなみに今では産油国として有名な中東の石油資源も実は藻類が由来。今から約1億年前、光合成によって植物や藻類から生産された有機物が酵素の少ない海底に沈み、長い年月を経て高温高圧化で石油に変化したのさ。つまり化石燃料というのは植物や生物の死骸がたまってできたもの。そう思うと藻類から燃料ができても不思議ではないよね。さてこうしたテクノロジーに取り組ませたら世界に並ぶ民族はいないんじゃないかと思うほど凄まじい能力を発揮するのが日本人。藻類から原油を取り出す技術はすぐに完成してしまった。当時プロジェクトを主導したのは日本における藻類研究の第一人者でもある渡辺誠教授。彼は藻類から抽出したエネルギーで日本を産油国にすると高らかに宣言した。ところがこのプロジェクトにも大きな欠陥があることが次々に判明してしまってね。彼は世界からの反発を食らい大貧縮を買ってしまったんだ。欠陥としてまず上がったのは、仮に現在の日本が使っている石油量を全て藻類からのエネルギーで賄おうとした場合、藻類を育成するためのプラントだけで北海道と九州を足したくらいの面積が必要になってしまう点。さらに現状の日本の法律では、たとえ藻類から作られた原油であっても輸入した石油燃料と同様に税金がかかってしまう。そのため燃料を作るまでのコストを計算すると輸入燃料よりも高額になってしまうことが分かったんだ。いくら輸入に頼らずに済むといっても肝心のコストが上がってしまっては意味がない。こういった問題が原因で日本もアメリカと同じようにバイオマスエネルギーに関する話題は断ち切れてしまったかのように見えた。だが実際はそうじゃなかったんだよ。世界のブームが太陽光発電に移った後も、日本の科学者や企業のレベルではバイオマスの研究を継続。渡辺教授ももちろん研究を続けていて、さっき挙げたような問題をクリアする新技術の確立に成功した。渡辺教授はまずバイオマスエネルギー生産のための課題を3つに分類。
その一つ目が藻類の養殖に大量の淡水を使用すると水資源に悪影響を及ぼす可能性があるということだ。日本は世界でも類を見ないほどに水資源が豊富な国。とはいえ、淡水が貴重な資源であることには変わりないからね。二つ目は燃料生産におけるコストの削減。どんなに優れた燃料であっても、使用するにあたってコストパフォーマンスが悪ければ普及することはないからだ。そして三つ目は、藻類を育成するためのプラントの敷地面積をいかに小さくするのかということ。これは国土面積の小さい日本にとっては結構重要な問題だよね。こうした課題を解決するために渡辺教授は自身の専門分野である藻類を改めて研究し直すことにした。藻類には光合成によって増えるものと他の有機物から炭素源を取り込むことで増殖するもの、そしてその両方の特性を備えた種が存在。その中でも渡辺教授が注目したのは混合栄養藻類に分類される両方の特性を持った藻類で、結果的にはこの藻類に目をつけたことがさっき話したような問題を全て解決することにつながったんだ。教授が思いついたのは、藻類が持つ水質浄化能力を利用すること。汚水を正常な水に戻す効果が藻類にあることは古くから分かっていて、実際多くの地域で藻類が水質改善事業に使われている。そこで教授は日本全国に存在する下水処理施設に着目。一般的に下水処理施設では多額の費用をかけて汚水に含まれている窒素やリン、二酸化炭素、さらには有機物を取り除いているんだけれど、実はこれって藻類にもできるらしいんだよね。しかも下水処理施設はすでに建っているわけだから新たな用地は不要。教授がピックアップした混合栄養藻類であれば、通常の光合成のみで繁殖する藻類の約7倍の水深で太陽光がなくても繁殖できるんだ。従来下水処理にかかっていた費用を藻類が補い、なおかつそこからバイオマス燃料も抽出できる。そして人間の食生活に影響を及ぼさない藻類を利用するのであれば、食料問題も起こらない。つまり先に挙げた3つの課題は全て解決できることになったわけさ。渡辺教授の研究論文は EU の国際科学誌エナジーズにも認められることになり、世界は再びバイオマスエネルギーの可能性に注目。現在は日本のバイオマス研究グループの一つである千歳研究所というところが、マレーシアのサラワク州立生物多様性センターと共同で大規模培養設備を建設中とのことだ。また千歳研究所では微細藻類から抽出したオイルを用いて、燃料以外にも化粧品や機能性食品、プラスチックなどを生成するための大規模なプロジェクトを行っているんだそう。さらにエネルギー分野ではエネオスやホンダ、化粧品などでは花王、その他の化学製品では三菱ケミカルや三井化学といった企業が参入。これまで石油を原料としてきた生活必需品を藻類を原料にして作ろうという取り組みが行われているみたいだし、バイオマスエネルギーが新たな時代に突入したことは間違いないだろう。2025年にはマレーシアに東京ドーム約400個分に相当する広大な藻類の培養施設も完成する予定。そうなれば日本と東南アジアのエネルギー事情も大きく改善するかもしれない。まったく日本のこういう諦めずに挑戦し続ける精神というのはどこから来るんだろうか。普通だったらあんなにマスコミや世間から叩かれたら、アメリカのバイオマス関連企業のように
もうやめたってなっても不思議じゃない。それなのに日本は一度やろうと決めたら決して諦めようとしないんだ。そして試行錯誤の末に必ず新しい技術を確立してしまう。日本が世界トップクラスの経済大国に上り詰めることができたのはこうしたチャレンジ精神があったからなんだろうね。海外の反応。本来は廃棄物になるようなものが燃料になって私たちの生活を支えてくれるなんてすごいわね。石油が枯渇したら経済や物流など僕たちの生活は止まってしまう。藻類を活用するような環境に優しい発明ならどんどんやってほしいね。日本人の諦めない精神は本当にすごい。世界中が日本を見習わなければいけないね。トウモロコシやサトウキビを使った燃料よりも生産効率が良いのなら他の国でももっと推進していくべきだと思うな。このまま研究が順調に進んだらいつかは本当に日本が産油国になってしまうかもしれないね。まとめ。千歳研究所の試算によると藻類バイオマスの市場規模は約2200兆円。その内訳は医薬・健康分野が約560兆円、食料・飼料・環境が約360兆円、工業・燃料が約1300兆円となっており、特に飛行機のジェット燃料 SAF への活用が期待されています。藻類バイオマス燃料の最大のメリットは二酸化炭素の排出を抑制できること。藻類バイオマス燃料の原料となる藻類は光合成によって二酸化炭素を固着し酸素を放出するため、カーボンニュートラル、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを実現できるのです。また一般的なバイオマス燃料と比較して極めて生産性が高いのも藻類バイオマス燃料のメリット。藻類の場合、水面から蒸発する水分のみで培養できますし、海に住む微細藻類であれば枯渇が危惧されている淡水を用いずに海水で培養することができます。さらにトウモロコシや大豆、油ヤシなどの穀物系バイオマス燃料と比較して面積あたりの収穫量が桁違いに多いのも藻類バイオマス燃料の特徴。1ヘクタールあたりの年間オイル生産量は油ヤシの約8から23倍、トウモロコシの約238から715倍というのですから、まさに桁違いだと言えるでしょう。近年は国立研究開発法人、大手企業、大学がタッグを組んで藻類バイオマスの開発に取り組んだり、藻類バイオマス燃料の開発を行う企業にビル・ゲイツ氏らが約33億円の資金を援助したりするなど、藻類バイオマスの研究が急速に活発化。現在は大量生産の技術が確立されておらず、コストも高くつきすぎるため実用化には至っていませんが、もしも実用化したら日本が自国のエネルギー消費を国内で賄える日がやってくるかもしれないですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。